こいつに。こっちの足が出る。こっちの足が。君じゃない、みんなそこを見るんですよ。これは見ないんですよ。これは体が出るんだよ。これは攻めじゃないから。左足がこんなの出る。ポッと出て、パッと出る。新作稽古、田村、はい、ちょっと見るから、はい、竹内先生と田村さん、木村さん、
攻めてないんだよ。ただ前に行って止まってってことです。それでもう最初から横に行っちゃうの、みんなこうやってこう7段はほとんどダメですよ。何回やってもこれこう前に小さな動きで前に行かなきゃ、こうやって動いてるから、みんなこうやって動いて、こうやって動いて、こうやって動いて、これ一回やれば終わりだから、もうそこで終わりだから、もう小さな向かい玉も5年浮かなかったよ、横へ行く。何度も足を怪我して横へ行けなかったから前へ行ったって言うんだからこれだからその横へ行くのは攻めじゃないから、もう7段はさ、6段と違ってさ、利合だから動きなの。ちょっと木村さん、こう見てるとさ、田村さんさ、自分が打ちたい時だけ動くんですよね。で声の出し方が良くないとね、声を止めておるんですよ、みんな。ほら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 ってここに動かないと。やっやっって動く。もう、全然、ボールも走りも引っかかんない。呼吸の仕方っていう。もう何段で引っかかるラインじゃないんです、それが。相手の動きを見ながら小さく動けるけど、ほら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 ってこうして、相手が動かなかったらじっとしててもいいんだから、こうやって、こうして、ポッパーって、その瞬間がさ、ちょっと動けばさ、こう動きながらさ、こうやって、こう、シュッてパッみたいな。その相手の動くのはさ、自分が動いていかないんだ。相手の動くとき、相手がそっち動くと、たぶんさ、みんなこうやってパッと打っちゃう。それは打たされる形だから、ほとんどゼロに近いで、マイナスだ。自分が行かなきゃ、相手が動いて、ほら、ほら、シュッパーンって言われる。行ってないで。自分が相手の動きにこうで、自分が相手の動きにこうで、それを行かないで、こう止まって、打とうです。それはリアじゃないから、もうそこがほとんど間違いなんですよ。だから打とうとするのはさ、相手が出てくるからさ、打とうとしてポーンって打っちゃうのね。これは出される形ってね、さ、6段も浮かんないし7段も浮かんないから、相手の動きに行かなきゃ、相手の動きに取ってくれ。行ってなきゃ、こうやって、自分がこれ、だから相手の動きは見てなきゃ、自分の動きはどうでもいいけど、これ、ちょっと動く。相手の動きに、相手の動きに自分が掘っていけねえ。出てくりゃ掘っていって、パッと押さえて、パッと打って。そうじゃないと、こうやると相手が動くや、面倒くさい。ほとんどが。これ何回やっても分かんないですよ。10年かかっても。よし、はい、もう一回言うか、はい、頑張って、動きの中で剣道してくれる、はい、動きの、相手の動きを見て、はい、打つことは頭に入る、前に詰めておいて右に入るとか、だったらいいよ、初めからこう横に動かない、
タジオに横になったってダメなんだもんな。どうしたらいいですか。そのままだよ。わかりました。新スタジオに長爪はあるんだもん。曲がろうが何しようが関係ないんだもんな。やめ、何もなるねんだよ。曲がろうが引っかかろうが何しろ関係ない。ダメだぞ。ちょっと難しいですね。市内が限界してないの。ほら、丹野さん、行くときにさ、ほら、外せばいいよ、外す。ほら、まあ、もうこれ、外さ、こうやって外されたらもう打たれちゃうから、審査は。ただ、こうやってて、市内自分で外してから打つんですよ、みんな、こうやって。そういう打ち方はしないぞ、七段は、はい。みんなこうやってくると、かむで、こうやってくると、これを外してから、それ外さなきゃもう、打って、で押し返してくれよと、パッと打て、こて打て、はい、うん、だから前に行けるんだから。もう一度お願いしますか。もうちょっと受かる可能性がない。ほとんど。ゼロに等しい。ちょっと厳しいですね。一番は立ち姿でしょ。はい。暗い通りだろ。いや、長男ってのはさ、やっぱりさ、市内が最初に喧嘩するんだわ。ああ、市内が喧嘩しないで打っちゃうから、こうって外しちゃって。外しちゃダメでしょ。そんなやつは、ほとんど、外すやつはほとんど受からないんだよ。100% 受からない。もっと、木村さん、抑えればいいんだ。抑えていくよ。入っていきながら、抑えながら、バッと。小手でも面でも外しながら打ってるからな、こうやって。押さえないと、外し瞬間に行けばいいんだ。そうすると体も一緒にこれをうーっとこれを出てパッと打つ。抑えないからさ、こっち打たれちゃう。抑えたほうがいい。ポッと抑えればパッとくる。パカッと打たれちゃう。
かしこまりすぎだ、かしこまりすぎ。試合をやってるのと同じになればいい。かしこまってる。審査だからってかしこまる必要はねえんだ。試合で打たれなきゃいいって言うだけだ、審査は。考え方が違ってるんだと思うんだよ。こういうところを見せたいと思うから、試合をやるんですよ、試合を。試合をやるとほとんど受かるんですよ、うん。その代わり打たれちゃダメですよ。審査は試合をやって打たれないことをやればいいんですよ。だからそういうふうに考えないと動かなくなっちゃうから。今もそうだけど、2回とも全部2回じゃ止まったけど、やっぱりさ、動きがさ、全部さ止まるんですよ。こうやって受かる人はそうじゃねえから、受かる人はもうこれ構えたらさ、相手の動くの相手の動きに合わせて自分が動いていくから、ハラ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 とかいうふうに、ポッて、うわ、シュッてこと入っていくから、それを自分の動きだけで、ああ、ああってことやっていくから、試合をそれやったらみんな打たれるからね、うん。だからもう、人の動きがさ、ポッて出て、前、こう構えてさ、相手がポッて出てくるよさ、ほらって出ていくよ、パッて出てくる。ほんであんまり強引に来るんだったらさ、引けばいいぞ。スーッと引いて。ほんで押しなら押さえてくるって言ってる。それはさ、相手の動きのさ、しなら殺したり、出てくるとこう追っかけたりし、下がればさ、そのまま行けばいい。スーッと行って、パッて引く。だから、やっぱりこう、試合の形がなってないんだよね。うん。試合をやればいいんだ、試合を。もうたまたま、ただメーンと行くから、コテッと打たれるから。それじゃダメだから。だから打たれちゃダメだ、うん、打たれないためには相手の動きを殺して外して足で外すかつないで外すかそれで打てばいい。それだけだから。それが要するにクライドリなんですよ。相手の動きを殺したり抑えたりできるのがクライドリなんです。それがほとんどないからパタッパタッパタッってパタッパタッパタッってほとんどそういう人は審査見てるともうパッと見ただけでほとんどバッてんですよ、うん、受かる人はほとんどいない、うん、だからちょっとしたことなんだよ。自分がだから試合の感じでやればいい。試合はさ相手の動きをさ殺したり試合を外したりいろいろしなきゃさ自分が面でいけばさ
メインの時はパタッと打たれちゃうから、うん、打たれたら出される形になっちゃうから、みんなこうやって打たれたらベッドを抜かれてる、うん、こういう動きの中でこうやって狙ってるわけだから、うん、相手がさ止まるところを、だから本当は一番いいのはさ、構えたらさ、ね、スッと出てくるさ、ポッと出る、パッと、これだけだ、うん、出るところに出るっていう、そこだけちゃんとできれば問題ない。頭はちょっとやっぱり切り替えなきゃね、うん、それがやっぱり審査だって言うと、そういうな、ちょっとこう形が硬くなって、足も動かない、ほいで頭の中はどうかって言ったら、多分打つことばっかり考えてる、ちゃんと1本打たなきゃとか2本打たなきゃとかと思って、たまたま動きの中でターンと当たればそれで OK だから、だから打って取ろうと思う人はほとんど落ちるんですだからその前の利合がないからね、ああ7段はね、特にね、その利合っていうのはね、やかましいんだよ。相手の動きを殺す、相手の竹刀を殺すっていうのはね、相手の動きにこそ自分がかぶされるとかね、ああ、だから気合もそうだけど、相手がほっていや、ほら逆に相手が声を出してからじーっとしてて、はっち声を出したらハラ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 って行けばいいんだよ、一番ね、うん、相手の声にこそ自分がかぶさるように行けば、うん、そういうのはやっぱり工夫しなきゃいけないよね。ただ初段じゃないけど、あーあーってこうやってたんじゃ、うん、全然話にならないよね。さあ、ちょっとやりましょう。谷先生なんかそこを見てるっつうから、いつも俺は先生そこしか見てませんよねやっぱり見てるとこは見てるんだなと思う。
伊藤さんもね、ほら、全部ね、人の前に来たらさ、面がちょっと当たんないからね、で、これ止まっちゃう。ほら、こうやってコテるのでも、これコテって言ったら、ここで止まっちゃう。それはもう、やっちゃダメだ。必ずほら、斬新取らないと。絶対受かんないでしょ。そんなことすりゃ。コテでも。コテ、面。これ、あ、これ止まっちゃうよ。ほとんど受かんないでしょ。はい、
Yeah!
が打てないもんな。ちょっとしよう。ここさ、そうそうそう。こっから、やりやすい。やり。これを動かさないで。左焼く。上から。しないよ、ここから思い切ってパンッパンパン。ほら、相手の面のところに合う。こうやってこうやると。もっと上げて。相手の面の高さに上げて。手がこれなんですね。こっちがだから面の高さ。まだまだ低い。まだここだよ、ここで。ここじゃなくて、ここだよ。ここへ。そう、そこで打ってる。そこならやっぱ山さん当たるようになる。それと相手のね、この竹刀が邪魔にならない。こうやって邪魔にならなくなるから、自分が飛ぶときにさ、相手の頭にさ、おっとすごい上がっちゃう。楽なんです。ただ今のはこういってこう、手がこう開けてる。左を出して、右だけ小さいよ、みんなそこを見るんですよ。これは見ないんですよ。これは体が出るんだよね。これは攻めじゃないから、左足がこんばんってろ、ポッと出てパッと出る。小さいよ、右足を見るのはいないですよ。横へ行け、前、はい、みんな横へ行くんな、こう、はい、こう、
こうやって前、今まで自分でそれがないから、まあ、体が前行ってないと分かるんですよ。こんな、こんな左手の時に横へこうやって動くんだよ、横へ。そうなると前だな。それがないんだよ、今まで。審査なんかさ、自分がどれだけ相手を動かせたか、自分がどれだけ相手が何かしようとしたかっていうのが決まっちゃうの。
数じゃなくて自分がどれだけ動かしたかだけで、うん、打った数は関係ないから。はい。動かせれば絶対分かってる。動かせなかったら自分が負けてる。気合が良くね。気合が迫力ありませんね。いやーって70のおじいがやってるみたいだよね。どうも、おかしそうにねえな。はい。
店に行ってやれればいいな。ポッポッと俺が代わりに。